さんおはようございます。私はうつ主です。ここ連日、とても暑いですがお元気でいらっしゃいますか？いいお返事でございます。皆さん素晴らしいですね。このような動画までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。さて、本題に入りますが、今ヨウムとフランたちがサイコブレイクの実況をしています。ですが9月2日をめどにサイコブレイクは一旦休止いたします。その理由を今から申し上げます。なぜ9月2日と言いますと、そう、メタルギアソリッド5、ザ・ファントムペインの発売日なのです。ぶっちゃけ申しまして、数年この発売を待ち望んでいたこのゲームが発売されるので、ヨウムとフランたちにサイコブレイクを実況させている場合ではないのです。もちろん休止というこのような措置は取りたくありませんでした。なので1ヶ月でサイコブレイクを終わらせようと、彼女たちに連日実況というスケジュールを組んだのですが、サイコブレイクは全てでチャプター10を、今現在8月10日でチャプター3が終わったところです。いくら彼女たちに夢中って実況させても、絶対に間に合いません。そして彼女たちの疲れもピークに来ています。というわけで誠に勝手で申し訳ありませんが、9月2日を迎えた時点でサイコブレイクは休止し、MGS5 に乗り換えます。そして、MGS5 の実況が終わったらサイコブレイクに戻る、という流れで行くことにします。自分の無計画さがあらわになってしまい、恥ずかしい気持ちと申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。本当に、申し訳ありませんでした。